思ったんやけどさ、奇跡って奇跡って。ロボットロボットロボットチャンネル、ロボットチャンネル、わたです。あ、大丈夫？ロボママです。この前ロボパパとわたるくんが一緒にこちらのこの豪邸にクワガタの幼虫を引っ越しさせたんですが、クワガタの幼虫は共食いとかするっていうことで別々にね入れた方がいいよっていうコメントをたくさんいただきました。そうだね、なのでそれで用意したのはこちら、じゃん。もう言わんで、はい、こちら用意しました。どこ、何これ、何が入ってる。なんかもうすでにこの中にはクワガタをこうの幼虫をね育てるのに最適な環境がこう用意されてるらしい。なんかね、ちょっと開けてみよう。でこれね届いてから3日ほど環境に慣らしました。じゃあここに入れていきたいと思います、我が家の幼虫たちを。はい、まずじゃあこの木とかねそういうの全部のけていきましょう。一応調べながらやってるんですが、あの間違ったこともやってるかもしれません。なのでできれば優しくコメント欄で教えていただけると嬉しいです。で今勉強中なのでね、はい、ちょっと土をね出したところ出てきました。いたいた、めっちゃ大きいよ。ちょっとこれをこの我が家の中で一番多分傷つけ、うん、してる、うん、です。お前一番傷つけにくいスコップだと思われるやつで、優しくね取りたいと思います。今うんち中やからちょっとあれかな、もううんちしたね、もう終わった、うんちうんち終わった、終わった、じゃあもういいかな。茶色いのうんち、黒いのうんち、出てきた出てきた。前よりかは結構大きくなったで、これな、前より大きくなったな、大きくなった。はい、出てきました。前より大きくなってます。うんちも持ってる、マジでこんな感じ、こんな感じです。だから、おー、そうそうそう、この中にやる。わあ、すごい、見て、めっちゃ泣いてる。多分ここに入れるんだろ。この子をその穴の中にそっとそっと入れてあげて。入った、入ったね。おお、あ、うんちよ、早速うんちよ。おしっこか、おしっこや。あ、うんちとおしっこや、どっち。まだ出るんやったやな、用すんな。まあ、よく食べてる証拠やな。いや、めっちゃ出してるめっちゃ出してる。めっちゃ出しとった今まで以上に、クワガタ、クワガタにとっていい環境が整ってるはずなので、この中を、お、入ってきよ入ってきよ、快適だと思われます、この中はね。え、この中涼しいんじゃん。涼しいんかな知らんけど、栄養いっぱいとって大きくなってね。なんかむしゃむしゃしてない？あ、食べよう。むしゃむしゃしとうな、うん、なんか口動かしてます。あ、食べてるかも、ほんまに食べてるの。あ、食べてる食べてる食べてる食べた。周りの白いやつをこうちょっとどんどん食べていく。なんか周りの白いのをどんどん食べていくっていう。そうそう、ほじくってる。あ、もう下向いちゃった。あ、ぐるっと下向いて。うわ、体の中が動いとるのが見えるよな。うん、移動中、大移動中です。もう今食べてお家を広くしようよすごいな、すごいな。そうやな、こんな感じでもう最高の
最高のお家だろうはずのところにみんな移していきたいと思います。丁寧に探していきます。なかなか出てきません。はい、そうですね。おお、食べと食べと、めっちゃ食べよ。見てー、おうちじゃん、またどんだけうんちめっちゃするやん。はい、前餌用に入れてたこの木をね、一生懸命食べてます。成長が、お、ほんまや、めっ、どこや、ここ顔出しとうや、木から食べようやな、この木を。またじゃあおお、すごい、すごい。え、あ、もう一人。そう。ちょっと待って、ここの穴。もうこ出されへんやんか。うわ、おった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 。木、おお、ちょちょ。ちょっと木の中にもおる。今日もや。ちょっと、めっちゃ泣いてる。泣いてる。めっちゃ食べてる。食べてる。じゃあ、とりあえずこの子をこの穴に入れようか。優しく優しく、じゃあ穴の穴に。よし、いい感じで2個目やな。2匹目完了。ここに1匹と、この変わらんように。で、そのスコップで、で、これ入れて、うん、穴に入れてください。入れたら閉めてください。蓋閉めて、うん、こう、うん、お、あ、おった、お、出てきた出てきた、すごいな、こんな奥におるんやな。よいしょ、メリメリ、おった、おるおる、あ、あ、あ、え、え、え、嘘やろ、メスになってる嘘、え、クワガタのメスや、マジかよいつの間に、成虫になってましたよびっくりした、マジで、意味わかる一瞬ゴキブリかと思った。これにさ、土入れてた。あ、そうやな、うん、入れといたったよ。なぜいきなりメスのやつが出てきたんですけど、ちょっとだいぶ豪邸に一匹になるけど、どこにおったんやろ。やば、木の中におったんやろ。中におったんやろ。おらへんかったけど、マジで怖いわ。ちょっと待って、成長めっちゃ早いやん。これほんまに7匹おった。みんな一生懸命掘って掘って、身をね、見えないように隠してます。はい、幼虫のために作った豪邸は今日からこのメス1匹のためのお部屋になります。これに対してのめっちゃちっちゃい。クワガタちゃん潜って。あ、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。土の中行ってらっしゃい。クワガタの赤ちゃん、幼虫たちも無事お腹にね、全員潜っていって、同じようにこう木のくずで隠してます。マジでやばいよ。これが大きくなるのをまた楽しみにしたいと思います。この動画少しでもよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。一回思ったけどさ、奇跡だったじゃん。なんで成虫になったの、奇跡じゃん。奇跡、さすがに、こんな早くにはさすがに成虫にはなる。めっちゃ早すぎる。嬉しい、嬉しいは嬉しいやけど早すぎた。みんなにバイバーイ。
顔